女子テニスの最終戦 GNP セグロス、タファイナルズ、メキシコ、カンクン、ハードは6日にシングルス決勝が行われ、第2シードのアイシフィオンテク、ポーランドが第5シードのジェイペグラ、アメリカを 6-1、6-0 のストレートで破り、同大会初優勝を飾るとともに世界ランキングで2年連続2度目の年間1位に輝いた。試合後、シフィオンテクは、世界ナンバーワンに返り咲くなんて、夢のよう、と明かした。同大会は今季の獲得ポイント上位8選手のみが出場できるシーズン最後の大会であり、賞金総額は900万ドル、約13億5100万円。4名ずつ2グループに分かれ総当たりで対戦し、各組上位2名が準決勝に進出する。22歳のシフィオンテクは今季、全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレー、グランドスラム、やチャイナオープン、中国、北京、ハード、他戦を含む5大会で優勝。しかし、先月の全米オープン、アメリカ、ニューヨーク、ハード、グランドスラム、では4回戦で敗退すると大会後の世界ランキングで75週ぶりに1位から陥落した。最終戦に出場するのは今回が3年連続3度目であり、昨年大会は予選ラウンドロビンを全勝で勝ち上がったものの準決勝で A、サバレンカに敗れ、決勝進出を逃していた。迎えた今大会、2年連続で予選を全勝で勝ち上がり4強入りすると、準決勝ではシフィオンテクに代わり世界ランク1位となったサバレンカと再び顔を合わせ、6-3、6-2 のストレートで勝利し初の決勝進出を果たした。そしてこの日の決勝戦、今季1勝2敗と負け越していたペグラとの顔合わせとなったが、シフィオンテクは圧巻のパフォーマンスを披露。持ち前のフットワークを活かし、攻撃の手を緩めずポイントを重ね、サービスゲームを一度もブレイクされることなく、リターンゲームでは5度のブレイクに成功。わずか1ゲームしか失わず、大会初優勝を決めた。この勝利により、シフィオンテクは世界ランキングでサバレンカを抜き1位に返り咲き、2年連続2度目の年間1位となることが決まった。また、今大会を通して圧倒的な強さを見せたシフィオンテクが大会中5試合で失ったゲームはわずか20。これは2003年に予選ラウドロビン方式が採用されて以降、2012年の S ウィリアムズ、アメリカの出ゲーム32での優勝という記録を大きく更新する最小出ゲームでの優勝となった。女子テニス協会の WTA は公式サイトにシフィオンテクのコメントを掲載し、世界ナンバーワンに返り咲くなんて夢のようだわ。今シーズンは、それを期待していなかった。来年こそはと思っていたんだけど、ハードワークして正しいことに集中した結果、こうなった。だから本当に嬉しい、と語った。本当に嬉しいし自分を誇りに思う。この1週間は決して楽なものではなかったけど、シーズン全体を表しているような気がするわ。だから、何事にもうまく対処でき、ここ数年の経験を活かし、ここでもいいプレーができたことを嬉しく思う。